最後まで見てくれてありがとうございます。これからも面白い動画、いろんな動画を上げていこうと思ってるので、いいなって思った方は高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとこんな曲弾いてほしいなとか、やってほしいなっていうリクエストがある方は下のコメント欄に書いていただけると助かります。はい、ではまた次の動画まで、バイバイ。簡単。分かった方いらっしゃいますよね。実はこのアレンジ、パガニーニの24のカプリスの中から6曲を使って編曲していました。どの6曲を使ったのか分かった方はぜひコメントしていってください。じゃあね。